島市は、三重県島半島南部に位置する市。2016年、第42回先進国首脳会議が市内の、鹿し島で開催されたことでも知られる。市役所のある宇か田地区周辺の空中写真。1975年撮影の3枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。本土部は、 島半島に属し、北から西にかけては、戸橋、伊勢市、南伊勢町に接し、東から南にかけては、太平洋に面する。海岸は入り組んだリアス式海岸で、中央に、阿誤湾、北東は、戸橋と共に囲む的屋湾がある。阿誤湾内に、鹿児島とまさき島、的屋湾内に、トロクの島の合計3つの有人島がある。波の穏やかな内海と、 日本海流に侵食された概洋の海食がけの後継は対照的である。島市は全域が伊勢島国立公園に含まれるが、他の国立公園と異なり、大部分が民有地である。市の果樹打ち面積は75.15平方キロメートルであり、地域面積の約42%に相当する。地域は旧来の両生国による区分においては、 飛ばし行きとともに、島国にあり、明治以降も長い間、島軍として続いてきた。島市は、平成の大合併の一つとして2004年10月1日、同軍に属する浜島町、大王町、島町、阿古町、磯部町の5つの町が合併して生まれた。2004年1月28日、島地域合併協議会は合併後の使命を、 島市とすることを全会一致で決定した。これは先に行われた指名候補において、時点の6倍余りの最多得票を得た名称でもあった。由来としては、島軍の島であり、伝統、文化を継承する必要があることや、伊勢島国立公園などの名称で、全国的な知名度があることなどが挙げられる。指名候補として、合併協議会で検討されたものには、 阿ゴ市、伊勢島市、島市、島市、美島市があった。なお、今回の合併に先立つ昭和の大合併において、島半島南端の地域が新町名を、島町にするかどうかで紛糾。後に、阿ゴ町となる地域も、島町を採用しようとしたことから、先に、島町を名乗るために合併を急いだ経緯がある。半世紀後、結局は、両地域とも同じ自治体となり、 島を名乗ることとなった。島市に相当する地域の人口は1955年の66,600人を、頂点に一時的な増加もあるものの減少傾向にあり、特に2000年代以降の落ち込みが激しく日本、創生会議から消滅可能性都市として名指しされている。市では、行政機能を維持するのに必要な人口を3万人としているが、2060年には2万人を、 下回ると推計されており、奨学金を得て大学に進んだ者が、島市へ移住する場合、返還補助を行う制度を2017年度から開始する。任期、2017年11月1日から2021年10月31日、島市議会議員名簿令和元年11月1日、現在なお、衆議院議員選挙の選挙区は、三重県第4区。 三重県議会議員選挙の選挙区は、島市選挙区となっている。新市の住所は、阿護町うか方は、島市阿護町うか方のような、で統一された。合併により、旧浜島城では、正式住所から大技表記がなくなった。合併後4年ほどは、旧五町の役場機能をそのまま流用し、市役所の本庁は、三重県の島庁舎を一フロア曲がりした簡易的な、 昨日のみの状態となっていたが、2008年9月に新市庁舎が完成し、行政機能が一箇所に集約された。これに伴って、阿蘇市所は廃止された。2005年の統計によると、島市の就業者の83.4%が市内で従業しており、三重県全体の65.6%を上回っている。水産業沿岸、養殖漁業を主とし、 一部園用漁業も行っている。近年は周辺漁港の整備が進んでおり、水揚げされる魚も各漁港ごとに若干の特色を持っている。漁協は三重外湾、鳥羽祖米の2つである。産地を強調するため30ブランドで流通させる場合がある。三重県水産研究所が浜島町浜島に設置され、伊勢エビ等の研究を行っている。 甘の多い地域であり、甘をモチーフとした平気島メグが2014年に登場した。市内主要漁港の特色蒸気五港のほか、国府、港が、餃子、腰が、灘、深谷、まさきの合計12の漁港が市内にある。また、マトヤ、かしこ島、浜島の三港が、地方港湾の指定を受けている。農業マスクメロン、ベー、サツマイモ、ユリ、ナス。 一語基礎調医療関係は、下記の病院以外に、個人診療所などが連携し、休日、夜間診療などを行っている。2003年にはインターネットを使った、在宅診療の実験も行われた。施設などの問題で対応できない場合は、伊勢市内の病院へ搬送されることが多いが、40から60分ほどかかるため、有人離島の医療も含め、ドクターヘリの導入が望まれている。 アゴアリーナ環境省のビジターセンターがとも、山公園内と横山の麓に設置されている。簡易郵便局を除く、各郵便局に、郵貯銀行の ATM が設置されており、印の郵便局では、ホリデーサービスを実施。島市内の郵便番号は、以下の通り、宇方駅発する後賢島港鉄道網は、近畿日本鉄道島線のみが付設されている。地理的には、 市のほぼ中心にある、賢島駅から北へ伸びており、道線として、東海旅客鉄道との乗り換えが可能な鳥羽駅まで通じているほか、大阪、京都、名古屋方面など近鉄の主要な路線網を介して、各地からの特急列車も運行されている。道路網は、国道は167号と260号の2本が、地域を従管している。 前者はおおむね近鉄島線に並行しているほか、後者は賢島駅付近から阿護湾を時計回りに周回する形で、島半島南端まで続き、さらに阿護湾を渡り、浜島を抜け南伊勢町へと続いている。なお、海上区間には、航路があるもののフェリーではなく車両構想はできないが、市内の商工業者や有志により過橋のための活動がなされている。その他の、 主な道路は、県道16号と県道17号が、市の西側に伸びており、前車は、マトヤと五箇所裏を、後車は、宇方と浜島をそれぞれ接続している。このほか、伊勢市とつながる、県道32号及び、マトヤ付近を経由し、戸橋の生浦湾までを結ぶ観光道路の県道128号が、それぞれ放射状に伸びている。市び県では、 宇方駅を市の中核的な拠点と位置づけている。また、同駅の他島磯部駅と終着駅となる賢島駅には近鉄の特急が停車しており、最大で毎時2本ずつ大阪、名古屋方面に直通している。正木島とトロクの島には本州と架橋されていないため島マリンレジャーによる定期線と島市運用の県道線などが運行されているほか、 アゴワン遊覧船などが運航されている。伊勢島国立公園内の自然、祭りなどの民族、風習、近年開発のレジャー施設、魚介類を中心とした食材などを観光資源としている。観光都市を標榜し、観光客誘致戦略として地元の食材を全面に押し出した美味しい旅、島仕様を毎年実施し、一部地域のみを対象に観光協会が 観光ボランティアガイドを手配する事業も試みられている。市の観光キャッチフレーズは、未決、国島。西山墓場が丘から見る、夕日大大崎東大安城崎東大餃子。白浜海水浴場島市は全般に、風光明媚と言われるが、中でも大王朝は絵を描きに訪れる人が多い。ことから、絵描きの街をキャッチフレーズにしている。史跡写寺寺。 祭事名称、名所島市内観光用チケット、遊バンセが利用できる施設にはオフしている。レジャー施設島スペイン村文化行事島市産金庫1950年代から1970年代にかけての方が黄金期は20本ほどの映画が撮影された。全国で相次いだフィルムコミッション設立の動きに合わせ、かつての活況を取り戻そうと2002年より、 社団法人伊勢島観光コンベンション機構内に伊勢島フィルムコミッションが設置され伊勢島地域全体を管轄した活動を行っている名古屋大阪からの日帰りロケが可能であること観光地なので宿泊施設や体制の人が集まる拠点の手配が容易なことなどを売りにしているまたこれらの地点にフリースポットを設置し通信面でサポートする試みも行われつつある 島市内での手配は、フィルムコミッションの下で主に、島市観光戦略室が担当し、宿泊施設の手配やエキストラ募集の告知など、必要に応じて、島市観光協会がサポートし、主に自然景観を中心としたロケーションを提供する、役割を担っている。ありがとうございます。